全知全能天空の神ゼウス、遥か古から強大な力で絶対的神として君臨し、現世でも数々の奇跡を起こし続けた。人々は彼を崇めた。彼はこの世の光として世界の秩序を保っていた。しかし光あるところには闇がある。西暦2014年、光を飲み込まんと強大な闇が動き出す。動き出した闇、全てを包み込むその闇は瞬く間に世界を覆い尽くし、大地から光を奪っていく。その正体はゼウスの兄にして冥界の神ハーデス。彼は正妻にしてゼウスの娘ペルセポネと冥府の番犬ケルベロスを引き連れて降臨し、世界を支配していった。力こそ全て。王座を奪われたゼウスは人々の前から姿を消していった。ゼウスから王座を剥奪したハーデスはその圧倒的な力を人々に誇示し、そしてその力は多くの人々を魅了し虜にした。しかし力のみの支配では。かつての栄光を再び。人々はかつての神ゼウスの姿を思い出していた。そしてゼウスもまた王座奪還を狙い、虎視眈々とその時を待っていた。神を撃てるのは神のみ。ハーデスを撃てるのはゼウスのみ。一度は王座を奪われた全知全能の神、再び立ち上がった。そしてついに二人の戦いが幕を開ける。両者の争いに震える大地。闇の霧を放つハーデス、そしてその霧を光の風で吹き払うゼウス。そのゼウスの力に体勢を崩したハーデスにさらに追い石をかけんと新たな力を見せつける。その力に圧倒されつつも耐えるハーデス。人々はその戦いに釘付けとなり、そして次第に両者に対する声援が起こり始める。勝つのはハーデスかゼウスか。西暦2015年、神凱旋。
くんだ。